回は長文について説明をします。センター模試で6割前後の方には、英語長文レベル別問題集をおすすめします。レベル4を見て、もし難しいと思ったらレベル3でもいいと思います。私はセンター模試で6割前後の時にこれをやったら成績が伸びました。ぜひ参考にしてみてください。これから教える方法は、どのテキストでも使える方法です。長文の力のつけ方は、問題文を音読します。次に訳を読みます。その次にわからない単語があればチェックをして覚えます。最後に1から3を毎日やります。これをやったら力がつくと思います。英単語について説明した動画、英文法、イデオム、会話文について説明した動画もアップしていますので、ぜひ参考にしてみてください。これら、長文のテキストはセンターの過去問をやる8月の前までに終わらせてください。最後までご覧いただきありがとうございました。